どうも村田です。最近外が寒すぎて冷凍庫の中でも歩いてんのかなって思う。よろしくお願いします。いやマジでね、手とか冷たすぎてそのうちもげるんじゃねえかなって思ってるもん。というわけで今回はウェブスターっていうね、前中みたいな体操にはない技に挑戦してみたよっていう動画なんですけど、まだまだ全然下手くそなんだけど、今回ね自分がやった気をつけた点とかっていうのを踏まえながらね、なんかこう感覚を話していくような感じでやった動画をね喋っていけたらなって思います。で今回さすがに慣れない技なので家の中ではやりませんでした。っていうかやれませんでした。なんか着地失敗したら痛そうだなって思って、なので別なところでね撮ってきた動画を見ながらっていう感じになるんですけど、今回ね一歩からやったバージョンと、あとね他の人のウェブスターを見てたら歩きながらやる感じがねすげえスタイリッシュだなって思ったから、ちょっとね一歩か二歩ぐらいしか、てか一歩かな、一歩ぐらいしか歩いてないんだけど歩きながらバージョンみたいなやつと、それから立てなかったんだけどアックスっていうねバージョン、なんかみんな憧れるんだろうね、あれねかっこいいもんね、それにちょっと挑戦してみたんですよね。まずは一歩からのやつですね。側中と同じように足を引かないように気をつけながら前に踏み込んで、体は前に行ってんだけどジャンプと振り上げは上を狙って、うんって抱え込むっていうね。その時ね、顎をしっかり引いて顎が上がらないようにっていうのは気をつけてる。そしてね、最初の入りは、ここのスタートね、かかとをね、一回上げてからやると、その場一歩からね、側中も同じようにね、やりやすいなっていう。動作的には手を下から出すハンドスプリングをやってから前中っていう感じでやってます。次ねちょっと一歩ぐらい歩いてからやるやつなんだけど、そんな変わらないかもしれない。だけどね、技術的な部分で大事にしてるのはやっぱ体重移動かな。ロンダートとかハンドスプリングみたいに上手に前へ体重移動するっていう、2つともそこのポイントは変わらなくって、最初で全てが決まる感がすごい。体重移動のことに関しては以前解説した動画を出しているので、もしよかったらそちらも合わせてチェックしてみてください。で次アックスなんですけど、マジむずい、これマジむずい。腹筋とかいろいろね、いろいろ足りないと思う。エネルギーがもう全然足りないんですよ。よく言われてる T の字を作った後にね、持ってこれないんですよね。腹筋の弱さ、体の弱さを実感しました。というわけで今回はウェブスターちょっと挑戦してみたよっていう動画だったんですけど、いや難しいですね。まだまだね体が弱いというかね、この切り返しが弱い点とか、もうちょっとね高さの点とかね、そう改善点は見られるんですけど、まあこういうね感じで僕はやってみたので、もしねもし参考になることはないかもしれないんですけど、もしその今回のポイントみたいなのが役に立ったらね、すごい嬉しいなと思います。以上村田でした。バイバーイ。We'll be right back.